堅実さを買われ、加計学園問題の担当者を務める林芳正文化大臣56。手堅い国会答弁には定評があるが、政治資金の使い道はめちゃくちゃだった。本誌は、林が代表を務める資金管理団体、林芳正を支える会の政治資金収支報告書2013から15年分をチェック。カラオケやキャバクラ、クラブなどナイトスポットで政治資金を使いまくっていたことが分かった。支える会の15年分の収支報告書には、9月30日に生演奏でカラオケが楽しめるナイト・ドレイン、東京・西麻布に17万8200円支出したと記されている。同店への支出は3年間で計22回、総額は341万円を超える。他にも、セーラー服やメイド服などのコスプレが揃うカラオケボックス、フェスタイーグラ東京・六本木にも3年間で5回、計約60万円支払っている。林は、自民党の小此木八郎国家公安委員長らと4人組バンド、ギーンズを組んでおり、歌唱力は抜群というから、関係者に生歌でも披露したのかもしれない。さらに、15年9月11日には、キャバクラ、カフェ、クラブダイア、東京、赤坂に4万8700円を支出。他にも、銀座の高級クラブやスナックなどへの支払いが目立つ。これらの支出は、すべて交際費などに関わる組織活動費として処理されている。本誌は、もろもろの支出について林事務所に問い合わせたが、政治資金は法令に従い適正に処理し、その収支を報告していると判で押したような回答。カラオケ店やキャバクラで、一体、どんな政治活動を行ったというのか。林事務所は、誰と会い、どのような情報収集、意見交換をしたというのか。説明責任を十分に果たしているとは言えません。生演奏カラオケやコスプレカラオケなどで、意見交換できるとは思えず、個人のポケットマネーから支出すべきものと疑われても仕方ありません。政治資金に詳しい神戸学院大の上脇博之教授。よほどナイトスポットがお好きのようだが、自腹を切るべきだ。